応仁の乱の激動の後、将軍の権力は衰退し、戦いの時代、戦国時代が始まった。剣豪将軍足利義輝は将軍の名誉を回復することを誓った。四国と近畿地方を支配していた三好氏はこれを許しはしなかった。三好氏との何度かの戦いの後、将軍は三好氏の力を弱めるために忍者を送ることにした。よ、お、じゃあな。おらぁ、動けない、このそれ、くそあれは。なんだ。
けない。体が…応仁の乱の激動の後、将軍の権力は衰退し、戦いの時代…なんだ？ん？なんだ？くそったれ。うん、バカが。ここで終わりか。この…ちくしょう。なんだ？動けない。誰？
よし、やってやろうぜ。三好長慶の4番目の弟である菅生一政は、優れた若き将軍として蘇我氏の長を継承した。そのたくましい外見と激しい戦闘から鬼菅生と異名がついた。菅生は三好氏を倒すために引き抜かなければならない釘なのであった。おい、ちくしょう。あれは。なんだ、くだらん。なので終わりか。あれは。誰？
けない。ここで終わりか。ここで終わりか。
そさあ、行くぞ。菅生一政の死は三好氏に衝撃を与えた。しかし将軍に忠実な六角氏はこの機会を捉え三好氏に行進し岸和田城で戦いを繰り広げたのであった。町を守ったのは三好長慶の次男である三好義隆のもう一人の将軍であった。なんだ、なんだ、動けない。ほっ、そら。よっ。
誰？ちくしょう。動けない。この